テレックス端末テレックスはテレタイプ端末を使用した通信方式であり、電話のように通信相手の端末を指定できる。1930年代に確立し、2000年代前半頃まで商業通信手段として用いられた。標準的なテレタイプは専用回線による特定地点間の通信であるが、テレックスは選択信号により通信相手を通信の都度に指定することができた。 1955年5月に、スイスのベルンで開催された第3回 C セットにおいて、ドナルド・マレーの作成したボードットコードを ITA2 として、国際テレックスモーの標準文字コードとした。1931年11月21日に、世界初のテレックスモーサービスである AT&T の TWX が開始された。この後、イギリスでは百三十二年八月十五日に、 ドイツでは1933年10月16日にそれぞれテレックスサービスが開始された。1950年代には企業に広く普及し物流や小取引、通信社のニュース配信、気象通報で多く使われた。商用では1980年代のコンピュータネットワークの構築やファクシミリの登場、1990年代中頃からのインターネットの普及で、 多くの一般商用テレックス通信は電子メールに移行されたことで終了したが、組用式通信などの特殊な用途では一部、現役である。日本でのテレックス網は国内網である加入電信網と国際網である国際テレックス網の2種が存在した。両者ともにファクシュミリや電子メールといった次世代のデジタル通信サービスに速度面や料金面。 当で差をつけられ衰退が著しかったため、2002年9月30日に、加入電信網の2005年3月31日に、国際テリックス網の駅務提供が終了した。加入電信網、編集電電公社により、1956年10月15日、東京と大阪府間の試行サービスとして開始され、全国に普及した。海外との通信は、国際テックスの利用契約を、 国際電信電話との間で締結することで可能になった国際テレックスモー編集 KDD により1956年9月1日アメリカ合衆国とのサービスを開始した国際テレックスモー収容の加入者相互の通信は長く提供されなかったがサービス末期には可能になった KDD の一部の営業所において国際公衆テレックスサービスが行われていた なお、キャラクターダイヤルによる自動コールのほか、対地により即時コールや対時コールの取り扱いのみの場合もあった。商社では短いメッセージであれば、電報、比較的長い文章を送る場合は、デレックスと使い分けられており、メッセージは基本的に英文であった。文章の長さによって通信量が変わるため、省略可能な単語はできる限り省略する習慣があった。 ありがとうございます。